山形県坂田市のバイク屋鈴木モータースです。今日もですね、当店の在庫の中古車両をご紹介をしていきたいなというふうに思います。このハヤブサなんですけども、業者用の仕入れオークションで先日ですね入荷したばっかりということで、まだ入荷したてほやほやです。このカラーリングめっちゃかっこよくないですか、うん、で、なんか僕たちもですね、業者用の仕入れオークションインターネットオンラインでこう落札するときに、このハヤブサっていう文字がですね、この黒に銀のライン入ってて、このハヤブサっていうステッカーがですね、画像だと金色に見えたりするんですけども、うん、多分今も真正面から撮ると金に映ってますね。ちょっとグラデーションかかってですね、うん、金に見えるんですけど、ちょっとこの前斜め前とかから見るとちょっと赤っぽくですね、グラデーションっぽくなって、うん、すごいなんかちょっと褒め言葉ですけども、ちょっとエッチな感じかっこいい感じですね、うん、真横から見ると金じゃないですか。で、ちょっと前から見るとちょっと赤っぽくなってですね、すごいですね、このステッカーかっこいい、うん、こんな感じですね。まあ黒にシルバーで、このハヤブサ金っていう文字がですね、非常にこうかっこいいカラーリングで上品な感じですね。で、ハヤブサなんですけども、またですね入ってきまして、で、うちもですねやっぱりスズキのディーラーですので、まあここをちょっと見ていただくと分かるんですけども、この後ろですね GSX-R が並んでいるこの感じですね。まあ、GSX-R1000R と R1000 と GSX-250R で、まあ、近いですね、この今紹介しているハヤブサが並んでいてので、今何もないんですけども、まあ、こんな感じでですね、やっぱりスズキのディーラーとして、その GSX-R シリーズとかですね、フラッグシップモデルとか、まあ、それこそ大人気のハヤブサとかは常にやっぱり在庫として持っておきたいモデルなんですよね。で、もうおかげさまでですね、ハヤブサがもう大人気すぎて、やっぱり1台仕入れると早速ですね、お客様からご制約をいただいて、で、ご納車をして、で、またですね、ちょっとハヤブサ欲しいなってなった時に、買い取りの話とかがちょっとあればいいんですけども、なかったので、こういう業者で仕入れ者をまた仕入れてきて、で、こういうふうにまた在庫が来るというですね、すごく回転率がハヤブサに関してはですね非常に良くて、やっぱりさすがハヤブサだなというふうに思っております。もうなんか今あれですよね、スズキのハヤブサっていうよりもハヤブサっていうもうメーカーみたいな人気具合、うん、もうハヤブサ祭りとかもすごいですし、もうカスタムメーカーさんもいっぱいカスタムパーツを出してですね、非常にこうどういう風にも楽しめるような、やっぱり人気な理由が乗ってみると分かるような感じですね。ちょっと重たいですけども、やっぱり走り出すとすごい軽く感じるし、安定感もあるし、燃費もいいし、2人乗りも楽だし、非常にですね素晴らしいマシンだという風に思います。まあ所有感も満たしてくれますし、で、このハヤブサどういう車体かというと、まずですね、年式が2009年式、スズキだと2009年は K9 って言ったりするんですけども、K9 モデルですね。2008年からこの型にモデルチェンジをして、その翌年モデルの年式になると。2009年式で、初年登録の2009年。で、保証は中古車保証、当店の中古車保証がついておりまして、で、走行距離がですね、もうめっちゃ極上ですよ。8391キロ。これしか走ってないですよ。ハヤブサのエンジンは非常にいいですね、丈夫なので、ガンガンロングに行っても全然大丈夫と。で、走行距離もですね、ガンガン走れますので、もう8391キロなんてもうあれですよ、もう人間で言うと保育園みたいなもんですよねでも全然走ってないですよ本当に、もう、うん、まだまだこれからというふうになっております。ハヤブサで言うとですね、大体2万キロ3万キロ走ってても女子高生って感じじゃないですか、うん、まだまだ走りますからね、全然丈夫です。で、車検がですね、現在切れている状態なので、2年取得後、ご納車と、お客様にご納車の時は2年間まるっとですね、まるっとつるっとついている状態でご納車と。で、車両金額ですね、税込み108万円、税抜き100万円ですね。そこに登録代行費用、納車整備費用、車検費用とですね、様々が入りまして、参考の時価が114万6840円というふうになっております。県外のお客様の場合ですね、ここから配送料がかかるというふうになっております。まあ文章を読んでいくとですね、1999年にスズキが究極のスポーツバイク、アルティメットスーパースポーツ、じゃないですか、ちょっとごめんなさい、帰国子女なもので英語で言っちゃいました。もう酒田生まれ酒田育ちですからね。あ、帰国子女って、冗談ですからね究極のスポーツバイクをコンセプトに力を注いだバイク、かっこいい黒、大人気のハヤブサ、
新品のスクリーン ETC 別体型が付いていて、シングルシートカウル付き、これあのタンデムシートもございますので、あとはですねフロントリアタイヤほぼ新品というふうになっております。あのハヤブサってですね名前がついた理由も、このハヤブサはですね上空をファーって優雅に飛んでいって、獲物を見つけた瞬間にファソンとこう地上までですね加速をしてフランってこう獲物を捕らえるっていうところから、このハヤブサっていうですね名前がついているというふうに言われております。ではですねマシンを細かく見ていきますと、まずはスクリーンがですね新品に変わっております。当店にですねちょうどこういうスクリーンがあったので、まあ、黒い 車体のハヤブサなので真っ黒いスクリーンをつけてですね一体感を出してかっこよくしてみようかなと思ってスクリーンは変えたので、これ新品がそのままついております。で、アッパーカールもですね、ここに一部こう塗装がハゲとかはないんですけども、ちょっとですね傷がついたような感じですね。あの色がハゲてるわけではないのでそんなに目立ちはしないんですけども、ここに一部傷があります。あとはミラーもですね、多分ガレージから出すときとかそういうところに脇が引っかかってしまったのか飛び石とかもですねちょこちょこちょこと傷があります。右側もそうですね。ただそれ以外はそんなにですねヘッドライトレンズに思いっきり傷があるとかそういうのないので、すごい綺麗な顔つきとフロントフェンダーですね、綺麗な状態でございます。でタイヤもですね、フロントリアタイヤもう全然ヒゲがまだ生えてますからね、真ん中にも、うん、もう超新品です。ほぼ新品、新品に変えて少し走ったくらいですかね。リアタイヤも同じ状況です。で、ETC がですね、こっちから来ていただくと分かるように、スクリーンの内側、ここにですね、アンテナがありまして、別体型ですね、本体がシート下に入っているので、スリムな、もう ETC ついてますみたいな感じではなくてですね、スマートについている状態。で、鍵もですね、スペアキーついております。はやぶさっていう鍵ですね、はやぶさって書いてますので、スペアキーがついていると。で、このシングルシートカウルが付いておりまして、タンデムシートもあると。でリアタイヤも新品、ほぼ新品ですね。でタンクとかにもですね目立つ傷とかも全然なくて非常に綺麗な状態でございます。で左側のカウルもですね、傷等もなくすごい綺麗な状態。エンジン、ジェネレーターカバーもですね傷とか点灯するとね、ここ傷つくんですけども、そういうところも傷がなくてですね非常に綺麗だと思います。で、反対側に回っていただくと、右側に一応立ち置けがありますので、まあ、はやぶさの中古ってなるとやっぱりですね、ほとんど、やっぱり立ち置けとかって、あるんですよね。こう、やっぱり車体が重いので、耐えきれなくて、おーってなったり、でも玄関まで耐えて、コンっていうのが結構あって、これもですね、非常にこう、限界まで耐えたような、少しの傷ですね。こういう子に、ちょっとこう傷があって、あとはカウルでいうとアンダーはすごい綺麗な状態です。傷ないですね。ここかな、全然わかんないですけどね、ここら辺ちょこちょこちょこっとだけあります。目立つのはもうここだけですね、こことここですね、一部カリッといったような感じですね。もう全然目立つことが軽症な感じでございます。まあ傷つき傷そのくらいなのかなっていうふうに思います、ね、非常になので綺麗な状態です。でほとんどもうノーマルに近い状態でございます。マフラーもノーマルですし、フェンダーもついておりまして、前のオーナーさんはノーマルで大事に乗ってたのかなというふうに思います。綺麗な状態ですね。はい、そんな感じでですね、非常に程度のいいハヤブサが入荷しましたので、この車両はですね、ウェビックバイク選び、ヤフオク、鈴木バイクショップ中古車ネットワークの方に掲載をしておりますので、そちらからもですね、写真とか詳細見れますので、ぜひ見ていただければなというふうに思っております。で、ウェビックバイク選びからですね、ご注文いただきますと、1万800円分のですね、ウェビックで使えるポイントがですね、付与されますので、そちらからもですね、ぜひお問い合わせいただければなというふうに思います。見積もりとかですね、配送料も含めた見積もりとかいろいろ出せますので、あとはおしゃどりある場合もそれを査定して結果出せますので、お問い合わせいただければなというふうに思います。ウェビックバイク選びがですね、すごくて、最近機能がリニューアルして、写真40枚まで掲載できるようになったんですよ、ウェビックバイク選びが。うん、でですね、そのうちみたいに YouTube をアップしてると、その URL をですね、ポンって貼って一緒に掲載するだけで、 YouTube のサムネイルがですね、ウェビックバイクのトップに出てくると。なので動画も写真も見れるというふうにですね、ウェビックバイクすごい進化を今遂げている
ところでございます。うん、なのでぜひですね、ウェビックだとカスタムパーツとかいっぱい、在庫ありますんで、1万800円といったらですね、結構なんだかんだ買えるんじゃないかなというふうに思いますので、うん、ぜひそういうのも使ってもらえればなというふうに思います。はい、それでは当店に新しく入荷したハヤブサですね、かっちょいい黒のですね、ご紹介でした。